皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けして参ります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年9月の26日月曜日ということになりましたが、今日はですね。長岡造形大学の方で情報リテラシーの授業が始まりました。ということで。 これからしばらく、毎週月曜日はですね、情報リテラシー論の話のですね、ライブ配信が行われるかなと思ってますので、ぜひですね、よかったですね、楽しみにしていただければと思っているんですけど、で今日はね、初回なので、まあ、あのー、まあ、オリエンテーションというんですかね、という内容だったので、まあ、こんな内容でやってきましたということで、ちょっと紹介していきたいと思っているんですが、はい、えー、ではね、ちょっとご覧いただきたいと思っているんですけど、 はい、情報リテラシーを学ぶ理由ということでお話をさせていただきました。まず最初にですね、僕がテレビで紹介された時の映像をですね、ご覧いただきまして、で今日はね、ちょっとなんかズームの調子が悪くてですねその、どうも画質が悪かったということで、学生さんから結構コメントいただいたりね、カクカクしてるってことだったんだけど、まあ、なんとかね、回線も ちょっと落ち着いたりしたんですが、どうもね、僕のパソコンの問題なのか、どうなのかちょっとわからないんですけど、そんなことがありました。ということで、えー、僕はですね、この講演をしてますよということで、まあ、講演している先生と、いわゆる研究をしている先生と、その、なんていうんですかね、えー、こう、 全然違うんですよと、えね、このただの歌を怒られますけど、普通のね、あのお仕事をされている専門家の方もいらっしゃいますけど、一応僕は、ね、こう喋るのを仕事にしていますので、まあ、それなりのね、えー、こう内容のことができますよということで、えー、今回ですね、えー、ぜひ期待くださいということでね、お話をさせていただきました。ということで、講演テーマなんかをまず紹介いたしましてですね。で、その、 ここら辺ですね。えホームページ載せたいソーシャルメディアということで、まあ、僕のホームページ載せているものなんだけど、いろんな SNS もやってますよと。 SNS だけではなくて、いろんなガジェットも使ってますよということで、えー、歴代の iPhone ね、この後ろに出てますけど、この歴代の iPhone をお見せしたりとか、例えば VR のゴーグルだったりとか、えー、例えばロボットだったりとか、いろんなものをね、あの、使って実験して、良かったものをですね、えー、皆さんに伝えるっていうことをやってるんですよっていうことで,ですね。そんな話も最初にさせていただきました。ということで、まあ、本題なんですが、えー、情報リテラシー。 っていう、正式には情報リテラシーっていう授業なんですが、来年からですね、カリキュラムが新しくなりまして、情報リテラシー論っていうふうに正式にですね、これが任命されます、認証されますということですね。今年は最後の年なんで、情報リテラシーって名前でやりますが、ぜひ皆さんは情報リテラシー論ということで、 ぜひですね、授業の方を把握しだければということでお話しいたしました。で、ここに書いてますように、まあ、学生に対してのね、成績評価基準っていうのが、講義レポート40%、期末試験60%となってますので、まあ、100点満点でいうと、40対60ということになります。で、たい15個ありますから、2点満点 ×15 で30点。 プラス独自性ということで10点追加になって40点満点で,です。だから毎回ね、ちゃんとレポートを出していけば、まあ、普通にね、なんか、こう、ちょろちょろっとなんか、 いかにも怠けたな、みたいな感じでなければ、まあ2点差し上げています。まあなんかね、とても良かったですかね、そんなのはダメですけど、まあまあ、ちゃんとね、えー、誠意を込めてやってるなっていうことが分かれば2点上げてますので、これで30点入ります。で独自性っていうのは、例えばそのイラストを入れているとかね、そのショート動画にしているとか、その漫画を描いてみたとかですね、まあ、そういうちょっと他の人とは違うような要素っていうのがあれば、プラス10点上げて40点になります。 で、期末試験は60点なんですが、これ6問ありますから、10点満点かけ6問なので,で、そのうちの1問っていうのは、えー、誰でも答えれる情報リテラシーを今後のね、人生にどう生かしたいですかっていう質問があるので、これはね、普通に書けば10点もらえます。なので、最低でも40点はもらえるんですよ。普通にちゃんと真面目にしてればね。で、そこに対してテストの点で、そのね、残り、 あと20点取ればですね、このクリアしますので、ぜひ皆さん頑張りましょうということでお話をいたしましたということですね。で、まあ、カリキュラムには。はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、 月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。 どうぞ